親さんめっちゃ人気だよ。親さんも知ってる。今日はですね、このシャトーデゼサールというワインを試飲してみたいと思います。シャトーデゼサールパスケル、パスカルキュイセーキャ、パスカルっていうのがね、賢そうな名前ですさて、ね、せっかく早速、試飲してみましょう。じゃあ、うん、このように昨日忘年会で、新年会で出てくれた、美しいですね。香りはですね、ミルクやチェリーの香りがします。残暑を申し上げますって言えるから怒りやねもう土日月やからもう不そうなんね、月月月月月インクやなめし側のフレーバーがしますね、うん、なかなかしっかりしたタンニンがあって、まあ、大概3日ですけど、この04ということでこれだけタンニンがあるのはなかなかこのタンニンの質もいいのじゃないでしょうか。まだこれから寝かしても面白いワインだと思います。このお値段としてはお買い得なワインではないでしょうか。この果実味はなかなか1400円台とは言えない果実味がありますね。ああ、そうですか、うん、これはいいですよ、いいですか、うん、もう200円安かったらもっと嬉しいけどそんなことをすると他のワインが売れなくなってしまうんで稲葉さんなかなかありますね。でもこれ1200円が上代やったら絶対バカ売れするでしょでしょうねそんな無茶な